男性と男性、女性と女性の同性の結婚についてのニュースです。日本の法律では同性が結婚することはできません。東京に住んでいる同性のカップルなどは、同性が結婚できないのは憲法に違反していると言って裁判所に訴えていました。東京高等裁判所は今日、同性の場合も結婚は幸せな生活をするために大切なことです。今の法律には差別があって憲法に違反していますと言いました。日本ではこのような裁判が6つ行われています。この中の2つで高等裁判所が憲法に違反していると言いました。